はい、皆さんこんばんみ、グッズでございます。今回ね、僕と言ったら、ライバルオブズ、あ、ごめん、ライバルズオブ、エーテル。まあ、大乱闘スマッシュブラザーズを、2体、まあ、2体かね、それをね、見習って作った、まあ、海外のね、もう大乱闘ゲームなんですよ。まあ、僕以前からこれ紹介してあるんですけども、ついに言うかね、なんかね、突然と、これ見てもらったらわかるように、大型アップデートね、勝手に来ました。でね、キャラがね、4人増えました。ちょっと説明するとね、このゲーム結構、たまにね、いろんな修正の、アップデートが入るんですよ。それもお知らせ関係なくね、頻繁に入るんですけども、まあ、例えば映画変わったり、なんかちょっとどこどこシステム変わったり、あんねんけど、それなるたびに、どっか一つ、またな、なんていうんかな、エラー要素が、一個絶対必ず増えるんですよね。なんか全部仕切れてないままアップデートが始まるみたいなんですよね。例えばなんかね、前まではなんか日本語表記やったり、急に英語表記に元に戻ってたり、まあ、カスタムカラーが反映されなかったりとかして、ほんで、それもね、だんだんと修正またされたりするんですけども、で、僕、そんな感じで、月に1回をね、最新するようにしてるんですよ。たまたま1月忘れて、2月入ってから最新して、最新でもアップデート、割とね、ダウンロード早かったんで、まあ、大したことないなと思って画面開けたら、なんとね、4人がね、追加されてるんですよね。で、このゲームね、一回ちょっと調べてみたんですよ。まだ海外でね、まあ、海外のゲームなんですけども、海外で超有名なゲームでして、まあ、コミック化もされてあったり、まあ、スマホ、まあ、日本でも多分あるのかな、スマホでね、カードバトルの、まあ、ライバルズ・オブ・エーテルのね、カードゲーム版も配信されており、今年中にね、RPG の、バージョンも配信される予定らしいんですよね。で、23年に、来年ですかね、来年にこれのね、続編がね、なんかね、かなりリアルになって、発売するらしいんですよね。まあ、そこまで結構人気がある作品ですよ。で、今回追加された、この4人、ここ今揃ってるこの4人なんですけども、左から、これがね、爆弾使いのモロ。で、こっちがね、汗を使う、まあ、砲弾。で、こっちがクリスタルを使うオリビア。で、歌を使う、ポムですね。今回ね、ちょっと全部を紹介するとあれなんで、二人で説明します。それちょっと、これ切って、まあ、この、さっきモロからね、モロからちょっと説明いたします。これちょっとね、これで、この方がいいな。で、これ、トレーニングなんですけども、まあ、このゲーム、大乱闘と、まあ、似てる感じですね。で、このゲーム、設定を結構いろいろ変えれまして、僕ね、横2回ダッシュ操作がちょっと苦手なんで、スティック操作を常に横押すとダッシュするようにしてるんですよ。その代わり、十字ボタンを押すと歩きになります。これは2回押すとなるんですけども、この違いでね、差別で遊んでます。まあ、これね、おいおい後で説明します。で、通常攻撃が A ですね。A。で、これ A、攻撃でも大乱闘と一緒で、上 A、下 A で、攻撃が変わります。横 A。横 A なんですけど、ダッシュした時の攻撃と、歩く時の攻撃ね、変わります。歩く時だと強になります。強攻撃になります。A が攻撃。で、X がジャンプ。大体ね、二段ジャンプですね。どのキャラも二段ジャンプ使えます。で、このゲームね、ガードがないんですよ。その代わり、パリ。これ、パリすると、相手を一時的に、攻撃食らった瞬間やると、相手を一時的に麻痺させることができます。で、パリは R ですね。で、横押しながら押すと、回避ダッシュです。これは空中でも使えます。まあ、復帰でもね、使えるんですよ。こうやってね、復帰でも使えます。で、Y で、スマッシュ攻撃、まあ、大難度でスマッシュ攻撃ですね。スマッシュ攻撃。横スマッシュ。普通の、ニュートラルスマッシュ。何もせずにも一緒です。
で、下スマッシュ。上スマッシュ。で、こうスマッシュ攻撃は全部貯めれます。貯めスマッシュ。下、貯めスマッシュ。上、貯めスマッシュ。こんな感じね。で、つかみはないです、このゲーム。で、ものなんですけども、これ、一応、アリかな？アリ、僕ね、アリかクモか見えるんですけど、このキャラね、爆弾を使うんですよね。技がね、B ボタンなんですよね。B ボタン一回押すと爆弾をね、構えます。もう一回押すとしまいます。で、爆弾持った時に Y を押すと投げます。爆発ね。これが技です。これがニュートラル技ですね。何もせない状態で B を押すと爆弾構えます。Y を押すと投げます。で、持った時に、こうしても、ごめん。Y 押さなあかんのか。スマッシュか、こうか。そう、だ。B 持って、ダッシュしながら、こうやってね、投げれます。ダッシュ投げができます。んで、この人は、爆弾をね、変えることができます。B ボタン長押しで、いろんな種類の、ね、爆弾を変えることができます。これだとね、こういう、なんていうのかな。地雷型？地雷型というか、地雷じゃなくて、時間でね。間違いない。あ、間違いない。時間で爆発するやつですね。大型の花火爆弾みたいなもんですね。で、もう一個が、左のやつが、これがね、フラッシュ爆弾です。あ、違う、あれか。閃光花火みたいなのか。ちょっとね、これ何やな。あ、間違った。前を押して、上にも投げたい。あ、これフラッシュ爆弾ですね。これ固まるんですね。ちょっとだけ、一時的にね。で、前のやつが、これがフラッシュ、ごめん。フラッシュやな。こっち左がちゃうのか。これがバリバリって、バリバリってするやつなんですよ。で、上が普通の爆弾ですね。で、上技が、こう的をやつなんですよ。こうやって。まあ、復帰技ですね。これもダメージ与えます。あ、またやな。で、この、こいつの技を全部爆弾持ったままでもできるんですよ。爆弾持ったままでこうやってね、爆弾を投げたり動作をするんですよね。で、横技が、こうやって銃を構えます。これは別に当てなくても、例えば爆弾持って投げて、こうやって、あ、間違った。こうやって、爆弾、これに当てて爆破させるピストルです。まあ、自分当ててもいいしね。で、下技が、バットですね。バット技です。確か先で当てると、ちょっと待って、先で、こう、弾いた方がいいな。この辺かな。結構、先で当てると、結構ね、吹き飛ばすことができます。これは爆弾持ったもんね、できます。こうやって、先に爆弾つけます。モロはこんな感じですかね。モロは。あ、下のね、この、これがね、こうやった時に、一応キャンセルができるんですよね、確か。まあ、モロはこんな感じです。爆弾使った感じですね。で、まあ、次ね、歌のね、ポム行きます。ポムもね、ちょっと癖ありまして、まあ攻撃が、あ、ごめん、間違った。A の攻撃が、普通の攻撃、上攻撃、下攻撃。で、この人をね、特殊能力で、ジャンプ、二段ジャンプ一緒ですけど、ジャンプを長押すと空中浮遊できます。上下動きませんが、横に、ね、横、前、後ろに動きます。空中浮遊。まあ、PG 姫の浮遊と一緒ですね。歌を音波を発生して浮いてるんですよ、これ。設定がね。これと歌の能力なんで。で、下押しながらエコスとその場ですぐに浮きます。まあ、微調整できます。下押すとね、微調整が可能です。で、スマッシュが、スマッシュ、あ、間違えた。スマッシュ。で、下スマッシュ。で、上スマッシュ。あれ、あった。で、間違った。ごめん。これでしょ。ちょっと待って。向こう行ってほしいんだ。よし。で、この技がね、B を押すと、音符を周りにね、
こうやって巡らせるんですよ。で、これをもう一回押すと音符を投げます。で、音符はね、長押しで貯めることができます。ただ、こう貯めてても、相手に触れても何もなりません。この状態でもう一回 B を押すと、投げます。これで、ね、次々こう投げることができます。で、上 B で復帰の技ですね。で、横 B で、家来が出て、投げてくれます。ああ、あんなとこ行ったか。ほんで、この人、スタート技が特殊でして、スタート B を押すと、音波フィールドを広げます。これね、この時にジャンプを押して、まあ、この中で浮遊すると、まあ、ちょっと、こうやって上下に動くことが今度できるんですよ。で、上下動くのはここから大ジャンプすることも可能ですね。で、この音波の、この音波フィールド出てる時に、この B の普通上技を使うと高速でこう、強化版に進化するんですよ。この間ね。で、この強化フィールドは、消えます。しばらくすると消えるので、消えないと次使えないんですね。ただこの状態もう一回かけると、まあ、継続して、そこにおらせることができます。こういうふうにね。で、これはね、ちょっと待って、これ消えてから。例えば、普通落ちちゃうけど、これを、こういうふうに、腹筋使えるんですよ。すぐにこれを空中でもね、こう出せれるので、音波フィールドを今出されんけど、ちょっと。あれ、消えてからじゃないと、これね、消えてからじゃないと使えないので、配置しとくのも鍵なんですよね。だから割とこう飛んできて、ここに空中浮いて、トリッキーな空中殺法をすることが可能です。あ、しまった。あ、しまった。一回でするとな。まあ、こうやって復帰能力に使えます。このままちょっと次のキャラも行きましょうか。ポムはこんな感じですね。次は、こいつやな。クリスタンのオリビアですね。で、このキャラを変えようか。オリビアなんですけれども、あ、ごめん、間違えた。これ、あれやな。ごめん。ポムになってた。で、オリビアなんですけども、まあ、普通攻撃、通常、まあ、この方はね、ほんまに格闘系ですね。格闘系、通常攻撃、上攻撃、下攻撃ですね。で、後ろで蹴ると、後ろ攻撃になります。前攻撃、後ろ攻撃で。で、スマッシュが、前スマッシュ、下スマッシュ、で、上スマッシュ。あら、当たると。こうですね。で、この方ね、貯めると、クリスタルを、こうやって、広範囲広げることができます。これもね、結構、でかいのが、こうやってバーンってなります。で、技なんですけども、B を押すと、砲弾が出るんですよ。で、砲弾がね、まあ、これちょっと一回こうなって、砲弾をこう出すんですけども、何もせずにすると、行ったところでクリスタルが発生します。で、これはね、途中でもキャンセルできます。もう一回、出た瞬間にもう一回、好きな位置で B を押すと、そこにクリスタルをつけることができます。このクリスタルは、クリスタルの中におる中で、もう一回 B を押すと、相手をクリスタルに封じ込めることができるんですよ、こういう風に。そんな間にね、こうやって、なんていうのかな。止めてる間、こうやって、スマッシュを当てたりすることもできます。で、下と B は、カウンターですね。カウンター攻撃です。この間、
ハイパーアーマー状態なんですよ。受けてもね、ダメージ食らないくなるんですけども、これの状態的に当てると、グリシャンにこうやって閉じ込めることができます。で、前B の技が、聖剣突きですね。これは貯めれます。貯めるとね、距離が伸びます。で、ウェイト B が、この蹴りね、くるくる回転蹴り、まあ、復帰技にも使える蹴りです。このギトはね、まあ、常にね、クリスタルを、こうつけておいて、もうちょっと。まあ、B 押さえへんかったら、あ、間違った、ここ。そこに置いとけんので、まあ、戦っててね、来た瞬間にパッて、クリスタルにするのでもない。ただ、この、円に中に入ってないと、クリスタル化できないので、そこの間にね、近づいたり、攻撃与えたりするのが、ポイントです。で、パリーより、この、これした方が、安全に戦えるかな。これ、怖い、結構複数折っても、はい、当たりにくいな、ここ。複数折ってもね、結構みんなの攻撃を受け止めるんですよ。で、複数バッて当たっちゃうので、結構使い勝手のいい、防御技です。まあ、この人はほんま肉弾戦。肉弾戦。唯一の女性キャラクターがね、増えてるんですよ。これとね、フォームが増えてるんで。で、次なんですけども、次がね、すごいね、特殊でして、こいつ、モンハンのババゴンガみたいなキャラクター。まあ、汗を使う砲弾ですね。で、まあ、汗はどういうことかというと、まあ、まず通常攻撃から、通常攻撃、横攻撃、上攻撃、下攻撃。超攻撃。で、スマッシュが、前スマッシュ、下スマッシュ。で、上スマッシュ。ですね。で、この方なんですけど、汗を使うんですけども、その前技ね、一つは技さっき言いきます。B を押す。B を押すと回転ですね。で、これは連打する。押しっぱなしでね、こうやってずっとできるんですけども、目回ります。まあ、パッと押すと、目回らずにその場で蹴れちゃうので、こうやって当てることができます。で、前 A が、こう、汗を飛ばして、自分の分身をここを作るんですよ。分身のとこで、あ、間違った。ちょっと待って。分身のとこで、あ、そうか。技を使うと、それに反映して強くなるんですよ。こういう風に。下と B がね、この、バッてするんけど、これ今、何も前に泥水が飛ばないんですけども、これを、この金のとこで使うと、こういう風に広範囲になるんですよ。で、普通の上 B も、こうやって、ちょっと待ってや、こうやって、これだけやねんけど、この場所で使うと、こういう風にまとって、また下に引っ付ける。で、横 B もこの状態で横 B 使うと、さらにこう、なんていうか、あ、間違った。ちょっと待って、これやりにくいな。よいしょ。こうやって連続で当たるんですよね。で、この状態 B を押すと、これを吸収して、台風になるんですよ、この人。このキリンの状態で、よいしょ。ニュートラ B を押すと、吸収して、台風状態になります。で、これはね、B を押すと、こうやって引き寄せることができるので、まあ、囲まれた時にね、有利効果な技ですね。で、汗なんですけども、下ボタンを押すと汗をかくんですよね。で、この状態で、まあ、攻撃すると、強力技に変わるんですよ。普通のこれが、さっきみたいに、普通の上攻撃がこれなんですけども、下を押して汗かいてる時に押すと、こうやって、広範囲の攻撃に変わるんですよね。で、横。下か。下は、これが、あ、これは変わらへんのか。でも前にちょっとピッてやるな。技はもう変わります。汗かいてる状態だと、こういう風に強力な技に変化するんですよ。通常の、これじゃなくて、上技が汗かいた状態でこうすると、強力技に変わります。
汗かいた状態で B。 あ、おしゃれ、違う違う、あ、ちょっと待って、まあ、これもダメージはアップするかな、うん、ダメージはアップする、あ、マジで、あ、ちょっと待って、にくいねんな、ちょっと待って、ここがやりにくい、もう一回汗かいて状態でダメージがアップしますね。まあ、こんな感じですね。汗かいて状態で、これがね、汗かいて状態だと前に飛びます。でこうやって汗を使った、連続コンボを決めたりするのが特徴のキャラです。これも確か汗かいてから汗な、こういう風に変わるでしょ。技が変化をさせる、特殊キャラですね、オーダーは。うん。面白い。このキャラが一番面白いかな。僕でもあの爆弾キャラが、モロが一番好きなんですよね。で今回はこれ、4人。説明したんで、4人使って対戦しましょう。一応ね、僕の前の動画見てもらったらわかるんですけども、ここの書いてる A のキャラも、バージョンアップしてからかなりかっこよくなりました。まあ、これが全然ね、もう見た目がもうかっこよくなってるんですよ。このグラフィックが。これもあの新キャラ同士でいきましょうか。新キャラで使うよ、これちょっと一回モロに変えて、なんで変えるようになってる、で4でどれ、あ、こいつか、オリビアに変えて、で、レベルがね、9で、3機で、もうこのまま行きましょうか。で、僕は、モロを使います。で、まあ、ランダムで、エーテルステージっていうのが、エーテルにすると、ギミックですね。まあ、観覧車が動いたり、火が昇ってきたりするのをなしにします。結構ありだとね、大変なんで。で、ランダムで。さっきチャーム使ってたから、おかしなって。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい。あ、もうこれやばい。あ、やばい。あ、これやばい、あ、じゃない、いや、あ、ありがとう、よし、あ、嘘、止まんかった、嘘、あ、針されてる、あ、あ、やられた、あれやな、携帯でやってたからな、戦い、あ、ちょっと危ない、あの爆弾はね、自分も食らうので結構ね、危ない、いけるか、危ない、そんなことある、これどこ行った、あ、これか、あ、やばい、これまず、あ、ちょっと、いや、いい、おわ、
バット気持ちいい。あ、ウェイブ。いやー、ライバルウェイテルね、高いけど、やった方がいい。ほんまに面白いから。ちょっと大乱闘に、まあ、大乱闘でキャラ多いから飽きんと思うけど、大乱闘のよりもっと癖強いから、ね。結構ね、僕は山の動画上がってたんやけど、だいぶ前に誰かが撮ってやって、復帰のやり方のね、えげつないやり方とか載ってるんですけど、あれがね、すごすぎて。やばい。うわ、ちょっとどうなってる？どうなった？あ、終わった、終わった。くそ。無事中吹き飛んだ。で今回、前さっき言ったみたいにアップデートされると、絶対何かがあかんようになるのが一つあって、今回何があかんかったというと、ちょっと待ってな。実は、クリアしたはずなのに、ストーリーが、まあこれはクリアまで言ってるんですけども、アーカイブの、エクストラで、まあ、エーテル神話で、まあ、ストーリーの、ムービーをこうやって見れるんですけども、それのね、最後クリアしたはずに、なぜか、クリアしてない状態に戻ってると。よくわからん。あとは、なんかいけるかな、あとはまだ見てない。あとね、あとね、チュートリアルの、チュートリアルね、固有であるんですよね。こういうキャラ別でこういうにあって、まあ、キャラクター1、キャラクター2あって、まあ、いろんなね、存在能力のやり方、まあ、爆弾をどういう風に使っていいとかのやつを、練習できるんですよ。で、全部クリアするとチェックマークつくんですけども、僕この2人ね、難しすぎて、まあ、日本語ね、訳がたまにおかしくて、やり方がね、わけわからんっていう、存在にも止まってます。まあ、そのうちね、ちょっと解明するんですけども、ところどころね、日本語が英語に翻訳されてなくて困る場面とか、結構、まだ残ってるので、まあ、そんなん、そんなやつは、しばらくしたらまたね、アップデートで勝手に修正入るので、まあ、気軽に、まあ、ゲームできたら気軽にしてもらったらいいと思います。一時ね、キャラクター1のね、カブトムシのやつが、行かれへんかったりしてたけど、途中で止まんない、ね。まあ、あれも行けるようになってるんで、で、あと、エクストラ、マイルストーン。マイルストーンっていうのは、この黄色いラインを達成すると、上のね、ステージや、まあ、キャラいうか、まあ、あれですね、キャラ、色違い、キャラのね、姿違いっていうのが取れるんですよ。で、それやつがね、新キャラもあります。新キャラはステージが解放されますね。まあ、250体倒すと、敵をね、250体トータル倒すと、まあ、キャラクターの解放されます。で、これのやり方なんですけども、地道にやると時間かかるので、ストック99体制限でタイム無限で、吹き飛ばしが最大で3倍でやると、いいです。ほんで、コンピューターのレベルが1にすると、一発当てただけ吹き飛ぶんですよね。それでね、一回クリアするだけで250以上超えちゃうので、まあ、それで獲得するのが一番近道かな。だいたい20分ぐらいで一つ獲得できちゃうので、それでやるのが一番だと思いますね。で、まあ、前にも伝えてないの、まだいろいろあるんですよね。アビスとかあったり、まあ、この辺はまたね、また僕、説明にまた動画撮ります。で、このゲーム、ペットシステムがありまして、まあ、以前まであんまり必要ないから言ってなかったんですけども、まあ、キャラクター選ぶじゃないですか。で、このプラスをすると、ペットが選べるんですよ。ちょっと待って、チュートリアルで、まあ、チュートリアルちゃうわ、トレーニングで。あ、違う。まあ、押すと、ペットが使えるんですけども、ペットはね、お金払ってからじゃないと、コインがね、戦ったりとかもらえるんですよね。それが大体1000ぐらいでね、キャラクター解放するんですよ。
で、まあ、例えばこう猫を選択すると猫がつくんですよね。でこの状態で、まあ、始めるとペットがねここにいます。これ戦ってくれるわけでも何でもないです。あのギャラです。ついてくりますけどギャラです。これ関係ないんで、あの味方でも何でもないんで、これね対戦で4人、ペットを連れることも可能です。まあ、ペットだらけです。じゃ見栄えが良くなるだけです。あ、それだけかな。ペットシステムと、あとカスタムカラーを、カスタムカラーなんですけども、カスタムカラー、大体カラーは4種類から選べるんですけども、最後の2、3個は自分でカスタムカラーで、まあ、作ることが、こういう風に作ることがね、例えば、体何とか色を自分で変えて、まあ、パーツごとに色を変えることができます。それが作ったやつが、あ、まあ、こんなんとか、これも僕作っ、あ、これがね、これもね、ピンク、大体ピンクで黄色で固めてるので、ね、あとこれね、これが、これ、これが僕が作ったやつ。大体、ちょっと、カエルっぽくして、色を全体明るくまとめたカスタムカラーですね。若い人にクワボとかね、赤くなって見やすくして、で、毒のやつをオレンジで綺麗にまとめるんですよ。で、なおかつ、緑に反映して、黄色のね、ズボンを、してます。こんな感じで、ね、カスタムカラーをつけることができます。これは全員にできるので。で、一部のキャラクター、例えばこいつとかやったら、カスタムカラー以外に、キャラ違い、あれ？キャラ違い、これね、キャラ違い、見た目だけ変わるだけです。あ、名前も変わるのかな？まあ、見た目だけが変わります。で、こいつと、確か、こいつか。この羊のやつも。まあ、それがないキャラクターもいるので、うん、こういう風にね、学生バージョンにすることもできます。あと、アキペッカーさん。アキペッカーさんどこだったっけ？これか。通常これなんですけれども、さらにね、あの、細い、細いキャラクター。細いキャラクターにね、変えることができます。特にこいつ、こいつヘビなんですけども、それでヘビなんですよ。こいつね、ウサギになるんですよ。これウサギに変える。これウサギの方が可愛いんですよ。まあ、かといったら能力変わるわけではないんですよね。他は多分ね、新キャラなかったんですよね。ないね。で、このゲームアップデートしてから音がね、それでモチーフの音が鳴ります。こういう風に。鳥の音か。こいつだと爆弾みたいな音がね、鳴るようになりました。こんな感じかな。またね、多分ね、また多分増えると思います。多分ね、なんか RPG の方とかでもサメとかオジャキャラクターがおる。多分ね、あと2人か、増えるような気がする。まあでもこれだけも、周波体かな。18体おるから本当にみんな個性があって、他のキャラクターは別にアップデートでそんなに変わってないので、あのちょっとね微妙なところはまだ調べてないんですよ。ただこの映画変わったのって、あとは多分ちょっとやってみたけどね、変えるとか操作とか変わらないから、ただなんか操作ちょっとしやすくなった気がするな、前より。あとなんか、あの、動きのグラフィックはちょっと前より上がってるような気がする。まあ、こんな感じかな。持ってる方はね、アップデートほんまにしてください。あの、ほんま1月の終わりぐらいに、僕12月も一回最新してるから、1月の終わりぐらいに多分、最新スタート思うんですよ。なので、やってみてください。無料でね、アップデートすると4人増えますから。今のうちにほんまに。で、ほんまにね、あの、オンラインでも対戦できちゃうし、多分、クロスプレイもなんかできたようなか、多分ね、Xbox の One の方にもダウンロードと、Steam の方に、一応、Windows の Steam の方にも一応入ってるらしいので、まあ、やってみてください。ほんまに、あの、面白いゲームなんで、ほんま、あの、おすすめのゲームなんで。
キャラクターの方も個性がね問われて、ほんまにどれ使っても、ね、あの癖があってほんま楽しいですね。楽しくて、でこのゲーム結構僕やってるんで、でまたね声かけてもらったら大変、気軽にしてくれたらいいと思います。今回以上です。でまたねこれ毎回やります。説明しながらね、いろいろやっていきたいと思います。ちょっと盛り上げたいんで以上です。グでした。またみーってなー。じゃねー。